操作アットさん、操作の気まぐれラジオに URL。改めまして、どうも皆さん、お晩でございます。お晩でございます。今、真っ昼間だけどね、操作でございます。今日はね、このコメントもさることながら、YouTube と、ツイキャス連動させて、ちょっとやってみようかなと思っております。まあ、リアルタイムの方々はね、コメントいただければなと思っております。で、今日やること、まあ、喋ることって言えば、こう字幕に出てる通り、平成を振り返るということをちょっとやっていきたいと思います。で、まあね、まあ今日は4月30日、今日で平成が終わりと、明日の今頃はもう令和元年ということでね、先ほどちょっとね、私用事あって郵便局行ったんですけども、郵便局行くときに、まあ信号で止まって、ふっと横にある車屋さんの車を見たら、車検満了日令和2年、もう令和に対応してるなっていう、びっくりしたね、あれはね。ということで、何がということでなっていうことなんだけども失礼しました。で今日はね、まあ平成30年あったわけでございます。今日までね、平成元年1月8日から、平成31年4月30日までの、まあ30年間、いろいろあったわけでございますが、その30年のうちに平成って何があったのっていうのをちょっと振り返っていこうかなと思っております。ちょっと今日長めになりますね。30分ぐらいになると思うんですけども、最後までお付き合いください。というわけで、まず平成元年ね、1989年、私幼稚園の年中組ですね。これね、年中の時でしたね。幼稚園入った年かな、これな、もしかしたら。うん、平成になってから入ったのかな、俺もしかして幼稚園に。2年間いた記憶があるから、よくわからないけども。で、昭和64年1月7日に、昭和天皇が崩御されたと。で、翌日の1月8日から平成が始まったんだけども、これ、当時の官房長官で、後に総理大臣にもなった小渕恵三さんが、平成、ドンと、額縁、ね、額に入った、やつをこうバッと掲げて、こうみんなが平成って知るよ。で、過去の動画にも何本か僕言ってるんだけども、その平成ってなった瞬間に、平成言いづらい、違和感あるとかってみんな言ってたんだけどもね、そういう動画もなんか前にあったような気もするんだけども、俺見たことあるからだけど、すっかりね、もう今では平成っていうのを馴染んで、今ではね、平成の方が馴染みあるって、令和って何みたいなことを言ってる人、ね、僕の知人、友人でもたくさんいますけども、まあ、結構ね、まあ、その時代、その時代の呼び方に適応していくのって結構大変だと思うけども、まあ、頑張っていきましょうと。頑張って対応していきましょうって。何を頑張っていくのか分からんけども。で、まあ、そんなこんなで平成っていうのが1月8日から幕開けしたわけだけども、まあ、当時はバブル真っただ中っていうこともあったと。で、89年の、まあ、12月29日の東京証券取引所の大納会、まあ、年末最後の取引の時には日経平均株価が史上最高値を記録したんだよ。ね、で、地価、まあ、土地の価格もね、高騰して、多くの人が、まあ、株とか不動産投資に熱狂したわけでございますね。で、平成2年になりますと、年明け1990年になる と、バブル経済がこれ崩壊しましたよと。私幼稚園の年長組ですね。年長組、何組だったかな、俺桜組だった気がするんだけども。で、株価が大暴落、ね、でその後に続く平成の大不況につながっていくわけだけども、まあ、平成元年まではね、イケイケなムードだったんだけども、そこからまあ現代の倹約、ちょっと節約していこう、もったいないっていう考えにシフトしていくきっかけになった一つでもあるんだよね。ちなみに私はこの年幼稚園を卒園しました。はい。で、平成3年、1991年、私小学校入学ですわ。1年生になったら、1年生になったら、だけどね。で、この年のね、5月15日に、有名なジュリアナ東京がオープンしたよと。で、ジュリアナスタイルとか、超ミニスカートなんていうのが流行った。そういう時期ですね。で、9月にはスマップが CD デビューをしましたよと。ね。で、なんかね、ちょっと、
聞いたことあるんだけども、当時まあジャニーズ事務所が輩出するグループっていうのは、今でもそうだと思うんだけども、そのデビュー曲で必ず1位を取るっていう、オリコンチャートでね1位を取るっていうのがあったんだけども、 SMAP はね確かデビュー曲1位取れなかったんですよね。でなんだっていうことにもなったんだけども、まあ最終的にはねもう解散しちゃったけどね、国民的アイドルグループと、まあ、成長したよと。で当時はね、そのアイドルがバラエティ出るっていうのはなんだってことなのさ、まあ、アイドルだからそのお笑いの種になっちゃいけないよとかね、そういう体張るのはどうなのっていうのは風潮はあったんだけども、 SMAP はもう積極的にバラエティ番組、ね、にも出演して、体を張っていく、そのきっかけになったんだよね。僕ね、でも当時ね SMAP ってその僕知ったのは94年ぐらいだけども、当時ってね僕ねそのなんだろう、アイドルグループとかそういうのあんま好きじゃなかったんだよね。あんまり好きじゃなくて、うん、何こいつらみたいな感じで見てしまった。まあもちろんねジャニーズファンの皆さんとかね聞いてたったら非常に今の発言はねいただけないと思う。まあそれは大変申し訳ないと思うんですけども、まあ、まあ自分で思ったことをね直に言っただけなので、うん、まあでもこの SMAP っていうアイドルグループの存在がなかったら、そのアイドルがまあジャニーズだけじゃないよ、その女性アイドルとかもバラエティに出るっていうそのきっかけ、バラエティに出て国民のお茶の間にこう笑いを届ける、笑顔を届けるっていうことができなかったんじゃないかなっていう。だからスマップっていう存在は一つ社会的にも大変大きな存在だったんだなっていうことになりますね。ちなみにこの年私が一番印象に残ってるのは長崎の雲仙普賢岳の噴火、うん、あれテレビで見てましたね私ね、学校から帰ってきて、うん、まあ大災害で、でこの時に、まあ、平成の、ね、天皇陛下が被災地に訪れてね、一人一人こうに対してねこうひざまずいて同じ目線に立たれてこう話されるっていうね、こうなんかこう本当に国民の象徴っていうのにふさわしいこの慰問スタイルっていうんですかね、うん、それを確立させていったということで、光景っていうのはテレビで見てましたけども、私は衝撃っていうか、あすごい人だなっていうね好印象を持った一つでもありました。で平成4年、私1992年、私が小2の時ですね、この時の私っていうのは1992年に、車と格闘して負けてます、要は交通事故に遭ってますということで、今だから笑い話にできるんだけど、まあ高校ぐらいまではこれを言うと絶対おごられるだ絶対おごられるだんだけども、まあ今だからねもう20年以上立ってるから言えるけども、車と喧嘩して負けましたよと要は交通事故に遭いましたよっていうことだけども、実はこの年の3月14日に東海道新幹線ののぞみが運転を開始したんですね。これ鉄道ファンの方は必見ですよ、ね、鉄道ファンの方は必見ですからね。東海道新幹線のぞみが運転を開始して、東京大阪間これね2時間半で移動できるんだってね。私の今いるところから仙台まで3時間だからね、それよりも早いんだよ、すごくない？でこの年には7月1日には山形新幹線も開業したと。で国内初のミニ新幹線っていうので、在来線の幅をこう広げて、新幹線規格に広げてこう在来線を走る特急、まあ新幹線直通の特急みたいな感じで、ね、開通したんだよっていうことで、でこの年になると週休2日制が本格的に、スタートした年でもありますね。国家公務員は週休2日制、土日が休みですよと。で公立学校では第2土曜日が休み、あこの時か、うん、確かにねある時からね第2土曜日だけ休みになったんだよね、うん、他の土曜日は普通に学校行ってやってたんだけども、で俺が行ってた小学校っていうのは土曜日になると、まあ、2時間目まで授業をやった後に全校がグラウンドに集まって、その縦割り班、
あの1年生から6年生まで、あの混在した縦割り班になって、そのな長縄をするっていうのがあって、僕ね、52班だったかな、60班まであって52班だったのさ、うん、で、まあ、まあこの年にもその多くの企業で週休2日制が採用されたと。まあ今ではね、完全週休2日制、土日休みですよっていうのが当たり前だけども、実はこの年の第2土曜日だけ、この年に第2土曜日だけ休みになったのがきっかけで、あの週休2日制になったんだよっていうことですね。うん、で平成5年、1993年、私小学3年生ですね。この年の5月にサッカーの J リーグが開幕した。この年からですよ、サッカープロサッカーというのができたのが。当時はね、確かね、11球団だったような気がするね。で、今の東京ヴェルディ、ヴェルディ川崎が、まあ、当時はね、ヴェルディ川崎って言ったんだけど、東京ヴェルディが、ヴェルディ川崎がもうスター軍団、まあ、三浦和とかね、ラモス・ルイとか、北澤剛とか、ね、いっぱいいた中でこう、やってたわけで、すごい強かった、初代チャンピオンだった。と思うんですよね。サッカーがよりこう身近なスポーツになっていった。でこの年に J リーグが開幕しなかったら、あの日本でサッカーがすごい人気になるということはなかったわけでございますね。 でまたこのスポーツが多いんですよね。大相撲になると、あけぼのが外国人力士として初めて横綱に昇進した年でもあったと。まあ今ではね、外国人力士ってすっげえ珍しくないんだけども、まあ白鵬とかね、まあいろんなのがいるからね、だけども、あけぼのが外国人で初めて横綱になったよっていう年。今ね、あけぼの格闘家やってますけどもね、うん、まあ、まあその草分け的存在にもなったのかなということですね。ちなみにこの年は、私はまあ、学校では、まあ、義務教育9年間受けてた中での唯一の男の先生が担任でした、この年は。めちゃめちゃ怖かった担任の先生。面白かったけどね、うん、よかったけども、うん、あの授業中になんかへんてこなことをすると、もう前に立たされて、まあ、今ではやっちゃダメなことだけども、前に立たされて授業終わりまでこうずっと立ってなさいって、ね、みんなの前にも、まあ、言葉悪いけど晒し者になった状態でいて、で授業終わった後にその行間とかでね、泣くまでどんがり怒られるっていう二重苦なったんだけどね。でも今になってはね、いい思い出ですね。はい。でその次の年ですね、平成6年、1994年、私小学校4年生の、時ですね。この時、うちの兄貴が6年生の時の担任の先生が、私の担任でした。はい。でこの年にはね、この年なんだ、プレイステーションが、初代プレイステーションが発売されたのは、まあプレイステーションもそうだし、みんな知ってるかな、セガサターンって。セガサターンも発売されたのこの年なんだって。次世代型ゲーム機として大ヒット商品となりました。すごいね。うん。でこの年にはね、日本人初の女性宇宙飛行士、向井千秋さんが宇宙に旅立ったよと。7月にはコロンビア号でのミッションに参加とね、いうことがあったと。で平成7年になると、1995年ですね、1月17日に阪神・淡路大震災が発生。で6000人以上の尊い命が犠牲になってしまったということで、ね、まあね、後に自分もね、同じようなことを経験するとは思ってなかったけども、この時はね、朝一でテレビ、確かね、おじいちゃんおばあちゃんの部屋に朝起きて、うん、朝起きて茶の間行ったら誰もいなくて、おじいちゃんおばあちゃんの部屋に行ったら、なんかテレビで見てて、で神戸が燃えてるっていうのを見て、すごいショックを受けたんだよね。で僕はもう昔からプロ野球で言えばオリックスファンでしたんで、その神戸の街が燃えてるのを見て、ちょっと涙が出た。うん、ちょっとどころじゃないね。うん、やっぱその自分が好きな球団がホームにしてるね、神戸っていう街で、そこがやっぱ燃えてる、で被害に遭った、被災してるっていうので、でちょっと衝撃を受けたですけども。でこの年にはですね、まあ、ちなみにこの年学校でいうと、僕はいじめを受け始めた年ですね。長きにわたってこうまあまあこれ言うとね、いろんな方面からまたお叱り受けちゃうので、まあ、それは言わないんですけども。で
まあこの年の震災をきっかけにね、この耐震強度とか防災対策、これがね、見直されて、まあ行くきっかけになったんだよねっていうことなんですね。でこの年に Windows95 ですね、今のこの情報化社会の草分け的存在ですね、 Windows95 が発売されてパソコンブーム、一般家庭にも急速に普及していったよっていうことになりますね。平成8年、ね、次平成8年、1996年、僕一番嫌いな年です、この年この年は一番嫌いな年ですね、本当に。学校も嫌だし ね、両親にも散々迷惑かけた年でしたけども、まあそんなこんな、まあ、僕のことはまあ置いておいて、この年にはね、まあ、ルーズソックスとかアムラーファッション、アムラーといえばアムロナミエですね、もう引退してしまいましたけども、それが流行りになってきたよ、ね、まあ、JK のね、まあ、女子高生、当時は JK って言葉ないから、女子高生のファッションが大きく変わった年になった、ね、平成、まあ、11月にはねたまごっちが発売されて、女子高生を中心に大流行になった。僕もやったね、たまごっちね、買ってもらって、これ爆発的ブームを生んだ。平成9年、ね、1997年、匝瑳市中学校入学、です、はい。で、この年に、実はこの年なんだね、プリウスが発売されたのは、ね、まあ、今ではね一般的になってきたハイブリッド車なんだけども、当時としては画期的なマシン。だってプリウスこの時だって200万とか300万とかしたもんね、すごい高かったもんね、やっぱね、うん。で、まあハイブリッド車のパイオニア的存在になったかな。で平成10年1998年になると長野オリンピック、ね、これ俺強烈に覚えてるのが、その、ね、原田、スキーのジャンプ原田さんのね、やったーって、ね、あれ泣いてるシーンがね、あれすごい印象的でしたね、うん。まあこれきっかけに、まあ、長野新幹線というのも開通したりとか、あと夏のオリンピックと同様に冬のオリンピックもまあ注目されるようになったよ。ちなみに日本ではこれ3回目ですね。東京、札幌に続いて3回目のオリンピックになった。で平成11年、まあ、1999年、私中学3年生でございますね。ね、この頃になりますとね、まあ、携帯電話 PHS が急速に普及し始めた。今の子たち PHS って言っても分かんないもんねあれこれなんていう略なんだろうね、よく分かんないけどね。 PHS の普及に伴って電話番号が不足してきた。でこれまでの10桁から現在のような11桁の番号になった。でこれ以降も、まあ、携帯どんどん普及していって、今ではねスマートフォンというのは普通になってきたけども、当時はね、この PHS 持つだけでもうわすげえと思ったもんね。070080から始まる、ね、090から始まって、2002年が080はで、2013年が070から始まったんだね、うん。でなったんだよって。で当時はねやっぱメール送るのもね、まあ、ショートメールカタカナだけだったからね、うん、カタカナだけでその送ってたっていうのが当たり前だったから、例えばね、まあ、11時に仙台駅前の政宗像の前で待ってるよっていう文送るのにしても、まあ、電報みたいな感じだよね、戦時中のね、ね、11時政宗前待つみたいな感じでそんな感じで送ってたっていう、これ例えですけどね、記憶がありますね。まあ平成11年っていうと、まあ、平成最後の、あ違う、1990年代、まあ、最後の年ということもあって、ミレニアムブームっていうのも起きましたね。次から2000年ですから、1999年、ここはね僕は楽しかったかな、いろいろな、うん、部下、学校のね部活でもね、野球部でもね、やっとレギュラー取れたということでね、初めて一桁の背番号をもらった年でもありましたね。まあそれと同時にね、2000年問題というのもありまして、コンピューターの管理のあり方が問われた年でもあったんだよっていうことですね、うん。まあまだね平成はね、まだね11年分しか喋ってないんですよね。11年分しか喋ってないのにもう20分経ってるということは、これ、続編がどんどんあるよってことなんでとりあえずね一旦ここで、終わりにして、まあ次回に続くということで、ね、
ご理解いただきたいなと思います。で、なんで私がね、この今回この画像をね、あの星野仙一さんにしてるのかというと、私が尊敬する人物の一人でありますね、男星野仙一ね。まあ楽天に来てくれてありがとうということでね、まあ僕はあの楽天ファンなんですけども、今はね、うん、まあ星野さんが楽天に来た時はね、正直ね、まあ仙台の本拠地の球場っていうのはベンチシート、あ、シートにヒーター入ってるんですよ。レカロ調のシートにヒーターが入ってて、天井にもヒーターがあるんですよ。で、石油ストーブも置いてあるんですね。やっぱ寒いんで、4月5月はね。それがね、何個壊れるかなって思ったぐらい、ちょっと強烈に、おすごい人来たぞっていう感じでしたけどもね。やっぱりこの人語る上でやっぱりね、外せないのは、まあグラウンドの上ではね、まあ野球知らない方でもね、星野仙一って言えば燃える男っていうイメージがあると思うんですけども、厳しいとかね、手を挙げるとか、そういうイメージ持ってる方多いと思うんですけども、実は星野さんっていう人は選手一人一人だけじゃなくて、選手の身内、まあ奥さんであったりとか、お子さんであったりとか、親御さんであったりの誕生日とか、そういうの全部覚えてて、必ずね、選手のその奥さんの誕生日には花束を送ってたそうです、ね、そしてまあなんでみんながそんなこうビンタとかね、こう物壊したりするのにみんな星野さんについていくかっていうと、この人はグラウンドの外と中では全然違うんです。グラウンドの外ではもう選手思い、誰よりも選手思いで、選手一番に考える、でアドバイスをする。グラウンドで厳しいことを言っても、例えばね、例えば選手がプレーでミスをした、とんでもないミスをしたとしても、まあそれはまずガーッと叱責するんですけども、その次の日も絶対その選手使う、結果が出るまで粘って粘って使う。それで成長したのが銀次選手であったりとか、まあ、岡島武郎選手であったりとか、だからみんな星野仙一っていう人間についていく。だからこうやってみんな慕われるんだよ、ね、無冠の男だったんだけどもね、日本一なかなかなれなかったんだけども、最後の最後、ね、楽天2013年に、これはまた後編の方でもお話ししますけども、最後の方でやっとこう日本一になった、日本一決まる瞬間の最後ピッチャー田中将大投手、前日100球190球ぐらい投げてますよ、完投してる投手ですよ、ね、ほぼ完投ですかね、をマウンドに上げる時も審判と談笑しながら、最後にテレビで見てても分かるの、田中ーって叫んだのを見て、口の動きを見て、あの瞬間に僕はテレビで見てたんですけども、あの瞬間にもう泣いてました、はい僕は楽天がリーグ優勝した、リーグ優勝とクライマックスシリーズを制し日本シリーズ行くよ、ね、そこでも泣いた、日本一になる瞬間の直前にも泣いた、3回泣いてます僕はね誰よりも泣き虫なんです、はいまあね、今回もね、いろいろあってたくさん泣いたけども、うん、まあでも、まあ、一つのいい勉強だなと思って、うん、代償は大きいけどもこれ頑張っていきますよ、これからもね、こう喋る方で頑張っていきますよ、これからね、皆さん応援よろしくお願いしますということで、まあちょっと話がね結構先までそれてしまいましたけども、まあキャスではね、あと23分、まあ24分、あと5分ぐらい残ってるんですけども、ちょっと YouTube に上げるにあたってはちょっと喋りすぎたかなという感じがあるので、第2編に行きたいと思います。まず、平成元年から11年まで振り返っていきました。以上、操作でした。ご視聴ありがとうございました。